これね、私の方で見ていただいてる方って私の顔ちゃんと映ってますか？あのね、画面が真っ暗。なるみちゃん映ってる？パパ画面が真っ暗で、こっちは視聴し見えてます。あ、よかった。じゃあもう始めますね。もういい、大丈夫、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは、阿佐ヶ谷夫婦です。阿佐ヶ谷夫婦になっております。はい、今日はトマトチキンカレーを作りたいと思います。ルーと油と水を使わずに、冷凍トマトと冷凍玉ねぎを使ってカレーを作ります。スーパーに売っている手に入りやすい野菜を使って簡単にできるカレーなので、ぜひ今日マスターしてください。豚汁に続き第2弾。はい、今日はちょっとなんか、はい、私今日ね、これクック会のために新調してたんですけども、ちょっと教室今やってないので、今日初めてこれ下ろしました。はい、気持ちをね、新たに頑張ります。よろしくお願いします。はい、前回ね、そう、ちょっと笑顔足りない、硬い表情硬いよって言われたので、今日はちょっと笑顔で、笑顔が消えてたら言ってくださいね。口角上げていきますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう早速作っていきたいと思います。はい、じゃあ今日は冷凍のカチカチ、あら、どうだ、ちょっと待って、わかりますか、冷凍のトマトと、ちょっと叩いてもらっていいですか。はい、こっちに見せてください、ね、はい、こっちに、ちゃんちゃんちゃん、これまあ、私は冷凍じゃないですよ。で、を使った、あと油も水もカレーのルーも使わない簡単なチキントマトを作りたいと思いますので、で、今日はまずこの鶏もも肉を漬け込むとこから。ありがとう、見えてる、よかった、よかった、ありがとうございます。素敵です、ありがとうございます。じゃあちょっとちゃっちゃか行ってきますよ。まず鶏肉を切ります。今日はもも肉ですけど、骨付きのとか唐揚げ用とかを買って作ると、まあ包丁はいらないですよね。なので、まあ今日はちょっと手軽にもも肉を使います。はい、もも肉 400g です。あ、そう、今日はテレビ番組みたいに、はい、私が隣で分量を申し上げますので、はい、後でね、ちゃんとインスタ TV の中で、はいはい、分量は書かせていただきます。ご安心ください。忘れそうですよね。ね、まあね、いいか。で、これをちょっと水気がある場合は拭いてください。はい、ちょっとこれは、はい、で、鶏肉を切りたいと思います。で、鶏肉はこのまま一口大に切ってもいいですけど、ちょっとこう筋とか骨とかがある場合があるので、おお、ありがとうございます。切ります。まずあんまり大きいとね、私なんて口がちっちゃいから入りにくいから。すいません、なんかフォローする、ちょっとなんか言ってます。今日はあれですよ、食べやすいようにもも肉にしてますけども、骨付きのね、お肉とかでもいいお出汁が出ますからね。はい、はい、それが痛かったんですよ。はい、でもも肉の場合は食べやすい、一口でパクって食べられるような大きさに切ると、はい、いいかなと。そういうことです。ことですね。はい、はい、ちょっとこう軟骨とかがあったりしたら、こう切ってあげると優しい人と思われます。はい、これをビニール袋に入れたいと思います。ちょっと待ってね、はい、ください。ビニール袋、はいはいはい、入れます。普通のポリ袋ですね。さあ、はい、じゃあここでちょっと私は手を洗っていきたいと思います。さようなら。はい、はい、今日はこの鶏肉の中に、こういったカレー粉とか、あとお塩とか牛乳を入れて、下味をつけていきます。牛乳を使うことでとても柔らかい滑らかな味になりますからね、楽しみにしていてください。はい、戻ってきました。あ、はい、スマイルが足りないですよ、まだ全然。あ、ごめんなさい。じゃあこの、もも肉何グラムですか。400グラムです。はい、そこにお塩を小さじ1です。小さじ1入れます。はい、もうこれはいらないです。はい、そしてカレーパウダー、こういう、私はこういうのを使ってます。赤い缶とかね、ルーではないカレー粉を使います。これをこう、はい、小さじ2です。私じゃないです、小さじ2です。入れます、入れます。はい、はい、そしてもう胡椒はしないです。で、今日は牛乳を入れたいと思います。牛乳、普通ヨーグルトとかね、使うことが多いと思うんですけど、ヨーグルトを使うと酸味がきつくなって、水も使わないので、ちょっと酸味がね、あら、あら、
ああいいです。あ、びっくりした。酸味がね、ちょっときつくなって、今日はトマトだけの水分なので、トマトの酸味プラスヨーグルトの酸味だとちょっとこう酸味がね、強いので、今日は牛乳しっとりと仕上げて旨味を増します。臭みも取ります。大さじ4、100g に対して大さじ1の牛乳を入れて、ちょっとびっくりすると思うけど、ヨーグルトわざわざ買うと大変じゃないですか。牛乳はありますよね。で、最初にこの塩とカレーパウダーと牛乳をもみもみしてしばらく置いておきます。まあ15分ぐらいはつけた方がいいけど、まあ前日とかもう朝とかでも十分美味しくなるので、時間があるときにここは漬け込んでおいてください。じゃあこれ漬け込んで置いてる間に、カレー粉の説明だけ。カレー粉は何でもいいんですけども、中にカレーパウダー以外にもターメリックとかコリアンダー、クミン、フェンネル、シナモンとかジンジャーとか、まあいろいろな香辛料が入っているものを使ってくださいね。お願いします。そうですね。はい、いろいろで自分でも、私はカレーミックスするの好きっていう方はいろいろクミンとかコリアンダーとかを買って小さじ2になるように好きにブレンドしていただいていいですけど、まあこれだと手軽ですよね。唐辛子が入っていないものだと、そうお子さんがこれはね、赤唐辛子が入ってるからちょっとピリッとします。だからちっちゃいお子さんがいらっしゃる方はガラムマサラとかクミン、コリアンダーなどをミックスして作る方が辛くはないかなと思います。はい、さあさて早速もうやっていきたいと思います。まず玉ねぎ、冷凍の玉ねぎを切りたいと思います。これ今カチカチです。で、よいしょ、メガネがおしゃれです。だってありがとうございます。阿佐ヶ谷夫婦、まだちょっと連携がうまくいってないですけど大丈夫ですか。インスタに慣れてない、申し訳ないです。これ冷凍の玉ねぎです。私はあとでね、冷凍の仕方は後でお話します。こうカチカチのまま、もう皮も何も剥かずに冷凍庫から出してきて、水にチャポーンとつけます。いいですか。もうそうしたら勝手に皮が剥けるので剥きます、普通に。で、冷凍の皮を剥いて冷凍すると大変ですよね。なのでもうこのままね、使う時にやった方が何ですかね、こう鮮度もね1ヶ月ぐらい保てるから、このまま皮を剥いていきます。普通にポコポコ剥けます。あえて皮ごと、あえて皮ごと冷凍した方がいいんですよね。玉ねぎちゃんが風邪をひかないらしいですよ。だって冷凍室に裸で入ったら寒いでしょ。みんな寒いですよね。いい感じ。でも洋服を着て冷凍室に入るとちょっと我慢できるじゃないですか。まあ、玉ねぎも同じで、こうやって裸んぼで冷凍庫入れられるとちょっとこう怒ってしまってね、美味しさが逃げてしまうので、こうそのまま入れておきます。はい、まあ、その羽根はまた後で。これがね、いい出汁が出るんですよ。玉ねぎね、玉ねぎの皮でスープができます。ね、で今日は玉ねぎをもう今ちょっと水につけただけなんですけど、包丁で見えますか。もうサクッと切れる。全然解凍もしてないんですよ。邪魔ですね、これじゃ。ほら、わかりますか。シャクッと切れて、玉ねぎ真ん中から見ます。これも切れました。で、今日のポイントは、あと切り方にあります。はい、こう繊維がこうで入ってますよね、玉ねぎの。ひっくり返すとこうですね。こっちで、こちらの。見えますか。はいはい、こう縦、縦に入ってますよね、線がね。はいはい。はい、はい、スマイルは、はい、こうですね。はい、スマイル。はい。で繊維をより早く飴色玉ねぎに今日はしたいので、繊維を断ち切って薄く切っていきます。はい、これです。よいしょ。で、早くしたい方は薄切りに、歯ごたえを楽しみたい方はもうちょっと厚くてもいいですよ。繊維を断ち切るっていうのはこう入ってますよね、繊維が。それをこう切るってことです。こう、はいはいはい、これが断ち切るってことですね。うん、ご覧になってわかりますか。ナイススマイル、ね、こうなってるのをこう切る。ありがとうございます。うちの玉ねぎ裸んぼ、裸んぼはもう風邪ひきますから、今度から皮ごと入れてくださいね。はい、お洋服着せてあげてくださいね。はい、はい、薄く切りにしていきます。ちょっとどのぐらい薄いか見せてもらって、はい、皆さん大体ね、厚みは5ミリはないぐらいですね。3ミリぐらいですかね、これ。はい、もうちょっと厚くてもいいぐらいですかね、先生。
まあでも、切れる範囲で大丈夫ですよ。はい、はい、そしたらもう今日はどんどん炒めていきます。もう今、じゃん、フライパン、まだ火はついてないフライパンの中にこうやって切った玉ねぎを入れます。なるべくこう広げるように入れてくださいね。まだ冷たいですよ。その中にみじん切りのニンニク、あ、グラム、グラム、みじん切りのニンニクは各、あ、10グラムです。10グラム、まあ1かけ分、はい、これは何ですか、みじん切りの、はい、みじん切りの生姜10グラムです。はい、入りました。そしてここで初めて火をつけます。まだこれ冷凍の玉ねぎと一緒で、今日のポイント、あら、カセットが入ってなかった。じゃあ強火です。わかりますかね、これ今日の第1の炒め方のポイントはこっちか。めちゃくちゃ一番強火です。強火で豚汁の時も言いましたけど、まずは触らないことですね。あのフライパンの温度が上がるタイミングが遅くなりますから、必ず火をつけたら触らないようにしてください。で、今日はフランス料理のシェフみたいだって。ありがとうございます、頑張ります今日もまだ笑顔が硬いんじゃないですか。はい、まだ硬いですね。あとしばらくかかると思いますよ。しばらくはね、はい、このほぐれていく感じをね、はい、それをお楽しみください。感じていただこうかな、はい、で、今聞こえるかな、銃って、銃って聞こえますか。で、冷凍玉ねぎとニンニク生姜入れて強火にかけました。で、1分ぐらいはまず触らないでじっと見て、見なくてもいいけど、そうすると冷凍の玉ねぎが、まあ、から水分が出てきます。わかるかな、このジューッとした感じ。ちょっと後で見せ、今1分経ったかな、聞こえます、ありがとうございます。で、ありがとうございます。あ、こ、ありがとうございます、石垣島からありがとう。おー、ありがとうございます。聞こえてる。で、今1分ぐらい経ったかな、はい、じゃあ1分ぐらいは触らないってしたら、ちょっとよく見えますか、ほら、水が出てきた。まだわかんない、あち、水が、お、水が出てきたかな。そうそう、これ冷凍してるからでいい。そう、ちょっと後でゆっくりね、ちょっと冷凍についてはお話したいと思うけど、まずこうやって1分ぐらい触らないと、こうやってたっぷりの、わかりますか、水が見えにくいね、いっぱい水が出てきます。そこまでは3分間は強火で水分をガンガン出していってください。なるべくちょっと触りつつ触らないみたいな、1分は触らないで3分ぐらいは。玉ねぎを広げて、やった方がいいですよね。そう、広げた方が、まず水分を出して、その水分を飛ばして、水分がなくなった時点でもう飴色玉ねぎができちゃう裏技です。裏技、普通飴色玉ねぎを作るって大体もう30分以上かかるんですけど、今日は6分ぐらいで、この冷凍の玉ねぎを使うと飴色の玉ねぎができてくるので、これをね、ぜひ見てもらいたいなと思うんですけど。で、ここでまたあんまりいじりすぎると、温度が下がってしまうので、なるべく見てあげてください。どう？まだね、玉ねぎのこうツンとした香りが、匂いがしますね。だんだんこの匂いが甘くなっていきます。そうですね、はい、ありがとうございます。なんか手を振ってもらえると、あ、嬉しいですね。ウェーブありがとうございます。あ、嬉しいな、ありがとうございます。で、今出た水分がなくなってきました、はい、でもまだ揚げたくはないけど、こうほら水分が飛びできましたね。ちょっとコメントのところ、ほら今出てきた水分が今ちょうど飛びました。そしたらちょっと初めて炒めていきます。炒めますか、いいですか、ちょっとじゃあ、はい、せっかくシェフの格好してるから、やらせてもらいます。優しく、優しくね、あ、はい、広げるように、広げるように、はい。そうすると周りか、フライパンの周りにちょっと焦げ目がついてくるんです。ここ分かるか、分かりますかね、焦げ目みたいなの出てますよね。で、その焦げ目を取
るように玉ねぎでお掃除しながら炒めてください。そう、あのこう置いていただいて、でフライパンの周りに茶色く焦げ目がついてくるんですけど、それを玉ねぎでこそげるように。ほうほう、いい手つき。スマイルで炒めてもらっていいですか？おかしいですよねそれね、変人でしょ。はいはい、今何分炒めたかな、今3分4分ぐらい炒めたかな。そうするとだんだん水分が飛んできて、だんだん茶色になってきます。まだまだちょっと、ほら笑ってだって。笑います。笑ってください。笑います。いつも笑ってますね。あ、いい笑顔ですよ、うん、もうちょっとかな、うん、はい。で、あんまりいじりすぎると、そのあのフライパンの周りの焦げがつきにくくなるから、うん、焦げを落としながら茶色にしていくっていうのがね、ポイント。あ、今ほら、あ、茶色、黒い茶色の焦げがあるでしょ。ほら、これを玉ねぎで洗っていくみたいな。はっ、手触ってる、またすいません、もうちゃいちゃいとしてね、もうおかしいですよね。で、ここである程度中火ぐらいにしていきます。ちょっとフライパンの周りに焦げ色ついてきたら、それをもっと激しくこう、あの玉ねぎでもっともっとグイグイ。ちょっと先生、お手本を見せてください。で、ここに焦げ目がついたので、これを玉ねぎでこうやって こそげ落とすような感じですね。そうです、ちょっと弱火にしてください。はい、で、だんだん弱火にしていきます。そうすると火加減見えますかね、皆さん。もう今弱火になってます。はい、グイ仲良しや、すいません。はい、仲良しなんですよね。そう、そして今ちょうど、5分ぐらい炒めました。どう変わったかというと、ちょっと一回火を止めて、あの下に、焦げてきても気にしないで、これは玉ねぎの甘みと美味しさなので、後でどんどんこうカレーの中に溶け出してくるので心配いりません。で、今ちょっとどう、うん、甘い香りになってきてますね。どのぐらい変わったかというと、ほらもう5分で飴色玉ねぎが完成しました。ほうほう、すごくないですか。これが美味しさのポイントなんですよね。そう、冷凍玉ねぎは、あ、まあちょっと話したいけど、ちょっと次に進もうね、はい、後でね。そしてここまで茶色、この茶色になったところで、これに水を入れて塩コショウすれば、オニオン、美味しいオニオンスープができるんですよ。すごくないですか。あっという間に甘み。で、今日はこの甘みを利用して2日目のカレー的な玉ねぎカレーを作っていきます。これね、ほらもうあっという間に5分ぐらい。で、ここまで来たら一度火を止めます。そしてもうここに冷凍のトマトを入れていくんですけど、これまた水ね、カチカチのトマト、これをまたさっきみたいに水につけます。あ、これじゃない、こっちだこれだこれだ、はい、はい、カチカチ、これ丸ごと冷凍していたものですね。カチカチです。これをカチカチンを水にコロコロ転がします。はい、種の仕掛けもあります。ありません、トマトなんでね、これね。で、今水につけました、はい、そしたら見て、ちょっとすごい、ほらちょっといきますよ、ピロピロ、もうすぐ皮がむけるんです。包丁いらずです。ほら、ただ水にちょっとつけるだけ。そう、八百屋で買ってきた、トマトをほらほら袋に入れて丸ごと冷凍、ヘタもつけたままですよ。だから湯むきもしなくていいし、まあ、皮を取りたくないってそのまま入れると口に残ったりするから、こうやってねぷくっと、ほらもう簡単に剥けます。簡単に取れました、簡単に。なので私も今日もう夏も終わりかけだから、やっぱ完熟のね美味しいトマトの時期に丸ごと冷凍しといて、美味しいトマトをね食べたいですよね。これを2個剥きます。今両方剥いてあります。ちょっとこのボールをじゃあ、はい、はい、そうしたらいきますよ。で、火を止めておいたこのちょっとフライパンを上げてもらって、はい、この飴色玉ねぎの中にもうヘタついたまんまトマト入れました。はい、入れました。そして火をつけます。そう、気持ちいいんですよ、チュルンと剥けるから。そして中火ぐらいにかけます。はい、そしてもう包丁はいらないか、じゃあこの辺ちょっと一回かたく、そして蓋を
すみません、蓋落とせた。あ、それで。そして、まあ蓋ちょっと閉まらないけど、蓋を、あ、でも大丈夫。蓋をします。蓋をします。一応これ蓋になってますからね。蓋をして、こっからあのトマトが柔らかくなるまでヘタつきようもここ。チン。そのままほったらかして、あの蓋をなんとなく蓋します。落ちそう。ただ結構大きめですね。そう、大きめ。そっからトマトをコトコトちょっと柔らかくしていきます。あんまり強火すぎるとまだあのトマトの水分が出る前に玉ねぎが焦げてしまうので、トマトの水分が結局あっという間に出てくるのでね、そのままほったらかしにしていきますよ。じゃあこの辺か片付けて、はい、ということで、もうあとはもうカレーもねできたも同然、あと冷凍の方法なので、ちょっとこのトマトが、いや火の強さはだいたい中火ぐらいです。あの火の強さは中火ぐらいね。でこうなんかこう、あの今日はフライパンを使ってるんですけど、ちょっとこう深さのあるのって多分蓋はすると思うんですけど、まあこれトマト溶けてくるからね、気にしない、気にしない、こう皆さん見えるからいいんじゃない、中のトマト。よいしょ、はいはい。その間にじゃあちょっとせっかくだから、はい、そうですね、冷凍の方法をお話ししたいと思います。でお店から帰ってきました。何ですか、トマトはないです。あ、トマト、はいはい、そう、玉ねぎでいきます。玉ねぎでいきます。お店から買い物にして買ってきました。はい、そう、閉まらなくてもいいのよ全然。そうなんですよ。で買ってきた玉ねぎを袋ごとでもいいんですけど、こういうポリ容器、ポリ袋に入れて、もう洗いも逆に洗うと周りの、あの水分が凍ってきて美味しさが減ってくるので、もう洗わずにこのまま入れて冷凍庫にポイッと入れれば、トマトもそうです、そのままこのまま冷凍庫に入れてあげれば冷凍玉ねぎの完成。トマトも同じです。で、どうして冷凍玉ねぎや冷凍の野菜がこうやって時短になったり美味しくなるかというと、これは冷凍した玉ねぎですね。冷凍した玉ねぎ。1日経ったものです。冷凍庫で。はい、大体6時間ぐらい、もうなんか見た目は変わらないですけどカチカチです。湯気出てますね。湯気。ああ、そうだね。はい。で、どうしてかというと、野菜には水分がたくさん。見えるからいいですよね。野菜にはたくさん水分が含まれてますよね。で、冷凍することによって野菜の中の水分が凍りますよね。そうすると凍るとこう膨れるでしょ、冷凍する、膨張する、ね、そうすると野菜の細胞が壊れます。いいですか。で、細胞が壊れたってことは、あの火を入れた状態の時にすぐ中の氷が溶けてくるでしょ。さっき玉ねぎ火をつけたらすぐ水分が出てきたんですけど、その水分が出やすくなるから味も染み込みが早いし、火の通りも早くなってくる。大根とかもそうですね。全部細胞が壊れたので煮物なんかにするときはだいたい半分ぐらいの時間で味が染み込みやすくなっていきます。なので、さっきの飴色玉ねぎも細胞が壊れてる玉ねぎをなおさらに繊維を断ち切って切っているので、すぐこう、あの水がこう冷凍したものが出ていって、もうその水分が無駄な水分でそれが蒸発すれば飴色玉ねぎになるっていう仕組みなので、冷凍した玉ねぎだと、生の玉ねぎだと細胞が壊れてないから、まず細胞を倒そうと思って油とかが必要なんですね。油を入れないとこう焦げてしまうので、あの油を入れて飴色玉ねぎ作っていくんですけど、レストランの時はみじん切りにしたね玉ねぎをいっぱいこう細胞を壊してから炒めたりして、それでも10分ぐらい、20分30分はねこう仕込んでた記憶がありますけど、なので、まあ冷凍玉ねぎはね、煮込み料理をよくする方はもう丸ごとね冷凍しておくことをおすすめします。トマトもね、これ先生の冷凍することでみじん切りにする必要もないわけですよね。そうそうそう、みじん、さっきみたいに繊維を断ち切って細くすれば、の壊れるからね、綺麗になります、うん、ちょっと今何分経ちましたか。はい、今4分33秒経ってます。
え、どこ、トマトを入れてから、トマト入れてから、はい、お、そのちょっと見てみましょうか。よいしょ、トマトがだいぶほら飴色の、さっきあの鍋なんかフライパンのところに焦げついてたものもトマトの水分が出ることによって、お、危ない、取れてきましたね。だんだん取れてくると、こう気にする人はこうやってどんどん、ほら、わかりますか、ちょっと見えるかな、トマトの周りからこう、なんだ、なんていうのこれ、こうやって、あの、これカチカチなのでグツグツになるには時間がかかりますか、こう周りをねほぐすようにしながら取っていきます。そうすると、あのフライパンについた玉ねぎの旨味をトマトのこの水で取っていきます。結構時間がかかりますか、中火、ちょっと中火ぐらいですかね、はい、でもこのぐらい水分が出たら結構火をね中火からちょっと強めにしても、どんどんこうトマトはあとは火を入れていけばいいから、大丈夫じゃん。入れる袋、ポリ袋なのは理由がありますか。理由はないです、お手頃だからです。あのなんかこうジッパー付きの袋に入れなきゃいけないってこともないので、この買ってきたなんかあの水が漏れないようにするシャカシャカの袋でもいいし、なんなら買ってきた玉ねぎの袋ごと入れることも私はあります。栄養素は変わらない状態です。あの鮮度のいい状態で冷凍庫に入れることによって鮮度が落ちない状態で凍るので、あの栄養素は逆にそのままなんですね。で冷蔵庫に入れるとどんどん鮮度が落ちてきて栄養素もこう抜けていくので、あのいつ使うかわからないなっていう野菜は逆にもう丸ごと冷凍していく方が栄養価はそのまま残っていくことが多いので、あの私はもうたくさんね安い時に買って、まあ、今日明日使わないなっていうところ時は冷凍庫に入れてしまうことが多いです。でこれちょっともうちょっとねかかるね、だいぶ水分出てきました。今日は意外とでももう29分経ったね、最初のゴタゴタが。そうなんですね、はい、でももうあっという間にできますからね。あとはなんか私の方のがなんか画面が何ですか、なんかちょっと変なんですよ、ね、鍋よりフライパンの方がいいですか。いやどっちでも鍋でもいいですけど、あのなんだろう、あんまり鍋がちっちゃいと最初の玉ねぎのところに水分が飛ぶ時間が多分あの時間がかかるから、私はフライパンでこうそこを広くした方があの水分飛ばしやすいからね、あのフライパンで作ることが多いです。鍋だと結構いろんな料理フライパンでやりますよね。そう、まあ、唐揚げも何から何にまで私は大体ほとんどフライパンで、まあ、唐揚げも油の量をね極力少なくしてもう驚きの揚げ方で揚げるんですよ一度見ていただきたい。これまた後日にやりますからね、はい、フライパンの方は見やすい、フライパンは見やすい、そう見やすいのもありますよね。そうですね、確かにね、本当だ、うん、でね水分が飛ぶ時間が早い、野菜炒めと、あとさっきの本当はなんか炒めるものも水分を飛ばしたいときはフライパンの方がより早く出来上がります。なんか水っぽくなる時あります。あと煮物、あと筑前煮とかのね肉じゃがとかも全部私はフライパンでやります。調理時間早くなる、ね、そう調理時間がね、水分が飛ぶ方が味が薄まらないしね。今何分ぐらい、よいしょ、何分ぐらい今、この子8分、ちょっとこの8分ぐらい今煮込んでます。本当はもっとぐじゅぐじゅ出てくるんだけどな、どうしようか、うん、もう鶏肉入れちゃおうかな。本当はもうちょっと トマトが、もうちょっと、そう、もうちょっと強めたらいいじゃないですか。本当もうちょっとトマトがね崩れてから鶏肉を入れたいんですけど、ちょっと今日は時間ないので、もうちょっとだんだんほらトマト崩れてきて水分も出てきましたよね、はい、か入れちゃおうか、うん、これ入れちゃいます。本当はね、皆さん作るときにはもうちょっとトマトがね、うん、ぐじゅぐじゅ柔らかくなって、そう、あのちょっと液状、液体っぽくなるんですよ。でも一緒にトマトを煮込むからいいか、うん、そうなんです、ここで入れても美味しいと思いますよ。だからあとトマトの水分が出てきて玉ねぎの旨味をこう、こそげ落とせたなと感じたら、うん、香りを嗅ぎ、あ、そうそうそう、あ、玉ねぎの香りしますね。トマトもね、ちょっぴりします。
もうちょっと煮込むとトマトの甘みもね出てきます。うん、そしたらさっき最初につけた牛乳と塩とカレー粉で入れた鶏肉を入れます。はい、あれトマトの分量って言ったっけ。トマト2個ね。トマト2個だね。それでいいんだね。そしてだいたい全体を混ぜます。でまだねこのトマトのヘタは取ってませんよ。気が向いた時に取ってくださいね。忘れて、これはさすがに。そしたら全体を混ぜて、あ、ちょっと火をつけてもらっていいですか。はい、チキンたっぷり入れてます。チキンだけどカレーなので、これたくさん余ったらじゃがいもとか入れてないから冷凍庫でねカレーを冷凍しておいてもいいですよね。で水分少なそうですけど、あら、あとトマトの水分と鶏肉からも水分が出てくるので、すごいシャバシャバになっていきます。でこう入れたら、あとは蓋をして15分ぐらいコトコト中火で煮ていきます。だからもう完成なんですよね。ということで、はい、今どうしよう、こっちこっちに入れ替えようか。じゃあちょっと15分煮たのがなんとございますので、じゃあちょっとチェンジしてもらって、はい、でこっちも引き続き煮込んで、はい、ちょっと後で見てもらいますね。はい、はい、これが15分。熱いですよ。大丈夫です、はい、じゃあいきます。どんな風になったか見えるかな。この辺か。せーの、はい、おー、ああこぼれた、こぼれた、お、あ、よかった、危ない、はいはい、見えますか皆さん、ほらちょっと傾き具合がね、あ、熱い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 、音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 、見えましたか皆さんね、こんな感じになりますよ。見てください、こんな、ここ、この辺か、こうか、もうわかるかな、ほら見て、シャワー全部トマトも溶けて、よいしょ。そしたら、そしたらヘタが入ってるからヘタ取ろうかな、そろそろ。あ、気が向いたらヘタ取ってください。結構ここ、ここね、ヘタでも食べられるからね、抜かなくてもいいけど ね。でさすがにちょっとヘタが当たった人は悲しいから取ろうかな。よいしょ、ヘタほら、くつくついてきました。この辺どう、ちょちょちょこう映ってますか。はい、はい、ありがとうございます。ほら、わかる？水入れてないのにこんな水入れたみたいになってる。で、ここで、あとこれ今15分コトコト抜いた状態で、最後に味を見て、極めつけは醤油を小さじ、あ、ちょっと分量忘れちゃった。醤油は小さじ2から3ですね。小さじ2から3。日本人だからやっぱりこの醤油がね、味のポイントだって。味付け覚えてますか、うん、最初に鶏肉にした塩と牛乳だけですよ。他何も入れてないですね。なんか質問、ね、あれは鶏肉が苦手な場合はおすすめがありますか。 あ、もちろん何でもいいです。あの、魚介でもいいと思うんですけど、豚肉、牛肉、何でもいいです、鶏じゃなくても。ただ下ごしらえの方法は変わりますか。は一緒でいいです。でただひき肉だけはなんかもみもみするとあれなので、ひき肉の使う場合は、カレー粉を入れた時にもう一緒にひき肉も炒めてください。どこのお醤油か気になります。これね、ちょっとおすすめの愛媛県の梶田醤油さんの醤油、めちゃくちゃこれ飲めるぐらい美味しいね。美味しいですね。いつもお世話になってます。で、お醤油を入れたら味を見て完成。ちょっとあの味を見てみてください。はい、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 どうですか。ああ、濃い口です。あ、どう、もう本当に美味しい。あのね、今日一番の笑顔じゃない、買いに行って。本当トマトの甘み酸味と、あ、嘘、愛媛県から見てくださって、知ってますか、梶田醤油さん、すごい、これね、なんか濃い口醤油です。沼津さんにが言ってましたって言ってくださいちょっと味まじ見てみる、うん、ちょっと今日、あら
玉ねぎの甘みとトマトの酸味と甘みとあと肉の旨味ともう全部が溶け出してます。ちょっと今日嘘みたいと思ってこれ作らないとこの味は多分伝わらないよね、うん。であのカレーパウダーも、うん、あの唐辛子が入っててピリッとねこう辛みが効いてるんですよ。お子さんにまあねちょっとあのまた違うでポイントがあって、はい、牛肉をヨーグルトじゃなくって牛乳にした理由は先ほどトマトの鶏肉ですね。あ鶏肉ね鶏肉 の, あのトマトの酸味と牛ヨーグルトの酸味がぶつかっちゃうとここがまろやかさがなくなるので牛乳を使ったんですけどもう一つは牛ヨーグルト入れるとここになんかヨーグルトのプチプチきません？私だけ？なんかヨーグルトのね固まったような感じがするとどうしてもねあの美味しさが見た目が良くないの牛乳だとすっごく滑らかになって美味しそうになりますからね。ちょっとご飯ついで食べようかな。あと3分ぐらいでねちょっと終わっちゃうから。はい。でこれ一回冷ましてからあの温め直すといいですよね。あでもこのままでも美味しかったね。うん、このままでも今美味しかったんですけど一回ね冷ましてまた温めて食べると味がすごい染みて美味しいんですよ。もうぜひおすすめです。であとね鶏肉からこうとろみも出ますからあの小麦粉代わりのね。さあじゃあちょっと盛り付けてみましょうかね、はいはい。もち麦ご飯です今日は。ちょっとも麦入りの。はい。見てお店みたいじゃない。ルー使ってないのにこのその水も使ってないのにこのサバサバは全部鶏肉の水分とトマトの水分なんですよ。すごくない？これにねあと素揚げしたかぼちゃとかナスをねトッピングしたりして ね, あのカフェ風にね。こんな感じで完成しました。はい、完成しました。とりあえずそうトマトと玉ねぎをまず冷凍しましょう。美味しそう。ありがとうございま す, いますじゃあちょっと、はい、せっかくだからちょっと実食をお願いいたします。え私いいですか先に。あ私こっちちっちゃいのありますから。すいません。じゃあ私ちょっと先にいただかせていただきます。はい、これ玉ねぎもね、こうほら見えますか玉ねぎ。ほらこんな柔らかそうになってます。食べますね。ちょっと待って食べよ。うん？出来たても美味しいけど。玉ねぎが甘い。ものすごく甘いです玉ねぎ。わ本当にね。これね皆さんもね美味しい時は美味しいっていう方がいいよね。ああ。あち。本当にもうこれは材料が混然一体となった美味しさですね。今日最高の出来ですね、うん、本当にこれ骨付きでやってもなんかこうボリュームが出ていいですよね。これめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。これ一度やっぱり冷めてまたこう冷めてる時に火が通ってあの入るところでまた美味しくなるのでね。ちょっとでもこれ作りたいと思う。なんか時々ねあのこちらの私の方のがね、はい、ライブがちょっと停止しちゃうんですけど皆さん見ていただけてますかね。ごめんなさいね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやじゃあちょっと今日のおさらいをしましょうかね。このさっき煮込んでたのがありますね。煮込んできたのがどのぐらいになったかちょっと見ていただいて。さっきあのこれずっと煮込んでました今。じゃん。あすごい水分出てる。わかるかな。さっきの最初作ったやつです。よいしょ。わかるか。なんか具だくさんだねこっちね。あそうですね。まだトマトが全部溶けてない、うん、こんな感じでよいしょ水分がいっぱい出てきました。まだねこれだともうちょっとあとちょっとだねって感じなんですよね。ほらこっちがもう出来上がったものわかりますか。ほらおこっちがまだあとちょっとっていう感じ、うん、ちょっとまだ鶏肉が白いでしょね。はいはい。ということで、いやじゃあ今日間も素敵でしたが、すみませんありがとうございます。おじどり夫婦いいですね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、はい、ちょうど40分経ちました。はい、というわけでね、今日もカレー今日はカレーをあの皆さんにあの見ていただきました。それで今回はですね次回のちょっと今日のおさらい一回言っていいですか。ごめんなさい失礼しました。今日のおさらいをしたいと思います。はい、まず。まあ、今日 の, あの時短のカレー作るにはまずこのね玉ねぎとトマトは丸ごと冷凍して、まあ、トマトもやっぱり旬のお野菜って一番栄養価も高いのでもうそろそろ夏も終わって美味しいトマトの時期が終わってしまうのでその前にまとめ買いしてまず丸ごと冷凍して
置きましょう。で今日そして油を敷かないところに玉ねぎを入れたら水が出てきます。で水が飛ぶように強火でやって、そしたら火を弱めて、あのフライパンの周りの焦げ目をね落とすように玉ねぎを炒めていきます。そしたらチュルンと水で、おもうあれが気持ちいいんで、トマトをチュルンとこう皮を剥いたらドンと2つ入れて蓋をして、トマトが柔らかくなるまで煮込んで、であとはもう味付けした鶏肉を入れて、そうね、あそうか、カレー粉もね、炒めた中に玉ねぎとカレー粉の香りを出した中にトマトを乗せて、そこでトマトを溶かします。で鶏肉入れて15分煮て、醤油で味を整えれば完成です。もう塩味は最初の鶏肉に入れただけで私は十分なんですけど、まあ、塩味足りないわっていう方はちょっと塩とか入れてもいいかもしれないです。コツとしてはもう、なんだろう、どうだ、なんかありますか、コツは。あのコツはそうですね、あのやっぱり冷凍のトマトと玉ねぎを使うことで、やっぱりあのうまみがね凝縮するのでね、時短でできますから、ぜひこのシルバーウィーク1回はちょっとカレーをタッパー持ってきてもいいです。まだ今日2つ作っちゃったから、はい、漏れなく差し上げますよ来てくださいね、久しぶりですね、冷凍野菜ね、無用心さんね、ありがとう冷凍野菜よね、うん、他にもいろいろ使い道がありますね、はい、はい、なのでどうぞ、はい、ではね、今日はね、作ってくださいね、作ってください、前回と違って冷凍したら、あ、ちょっと待って、うん、冷凍は1日、大体ででも6時間ぐらいでカチカチになった今日のトマトはね、そうですね、あのスプーンで叩いてカチンカチンと音がすればもういいかなって感じですね、はい、はい、で次回はお腹減ったあそうですね、お腹いっぱい、ね、あのすぐにできますから、20分くらいから30分くらいでね、うん、今日とりあえず冷凍しちゃおう、はい、今日4人分ですよこれで、はい、で次回はね、でこれ見せるとあれですよね、ほら左右反転してますよね、今ね、そうなんです、なんでね、あの左右反転で書きました、これです、あすごい見える、見えますか、字上手だねこれ私やってみたんですけどあのちゃんと見えてますよね、文字になって、はい、次回は10月11日日曜日2時から同じ時間ですね、今度はねアクアパッツァやります、これイタリア料理なんですかね、はい、タイを使って、まあ、なんか魚のね切り身を使って、はい、もうこれはあの今度も味付けは塩だけです。で今日みたいに長い時間煮込まないで、だいたい15分ぐらいあればおもてなし料理ができるというね感じなので、ぜひね見てくださいね、はい、さっと作れますよ笑今日私の笑顔どうでしたか、まだ硬かったです、まだ硬かったね、すいません、はい、お湯に慣れていくでしょう、はい、はい、ということで、はい、今日はどうもご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もインスタと YouTube の方にレシピ上げておきますので、また時間あるとき、はい、よかったら見てくださいね、はい、YouTube あのチャンネル阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです、はい、まだ登録者数が7人しかいません、立ち上げたばっかりで、ね、あのぜひね登録してください、10人目標で今頑張ってます、はい、はい、なのでさよなら。またね。はい、ありがとうございました。この衣装がもうちょっとこう生きるような感じで、はい、やっていきますんでね。はい、よろしくお願いします。また久々に。